はい、恐山です、ビーナス&ブレーブス、1102年289日から続きをやります。予言のねことはとりあえず毎回見ておきたい。1115年世界の死、ここまでに騎士団を強化して最終決戦に挑みたいと思います。まずね、北川にいるアグレスの妖精、そいつを倒した後、噂に出てた祈祷師、何も言うなよ、よしよし、祈祷師をね仲間にしようと思います。地図、ここね、このアグレス、その後この妖精で、妖精を倒したらこの入団希望者、こいつを仲間にしようかなと。で、これね、悲喜伝授、これ166日なのでちょっと間に合いません。だからちょっとこれはパスします。で、あとここの敵に関してはそのうち戦いに行くという流れで行こうかなと思ってますね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっとね、仲間がなかなか出ないですね。おっと、反対側か。うわー、真逆やん。年マイナス6。3年か。じゃあ次のパートで行くかな。噂が消える。まずこいつね。オスト村。お、ちょっと強いね。HP279。攻撃力が9。素早さ6。初回攻撃力4。まあ、こいつらはね、そんなに強くないんですけど。HP がそこそこ高いですね。で、属性が水と。水か。狙えるかな。素早さが6なんですよね。祈祷師、3.5 か。3.5 か。水なので土属性ペザドか。ペザドは素早さ速いよな。そうだよな。じゃあここは能力上げてあげよう。誰にしようか。オフェタン、シャロベーナ、マールもそこそこ強くなるんですよね、この能力だと。イゴールはもうすぐ衰退期に入ると。だからちょっとここはパスだね。よし、じゃあこれでいきます。うん、じゃあとどめをシャルベーナが刺します。みんな行くぞ。よし、じゃあちょっとずつね、やっぱり強化していかないと。で、相手の攻撃はシャルベーナは完全に、ダメージを創殺できると。だからノーダメージで倒せるはずです。一旦キルです。いや、やっぱりマキの顔大人になってるよね。なんか子供っぽくない。あ、エクストラか。でもいけるね。よし、オッケー。さあ、どんどん成長してもらいましょう。俯瞰全体を倒しました。もうすぐ1年が経つ。早いなあ。 HP か。さてと、ここは回り込んだ方がいいか。おっと、祝福の日。早い早いよ。ソルト・パヌエッテ。おお、というかシャロベーナとオフェタン成長期入ってますね、いきなり。早いな。62か。はい、400戦しました。23敗。ちょっとずつ上がってきたかな。はい、マキが徐々に強くなっていますね。
オレオ。おお、オレオか。オレオはギリギリ入らないんじゃないの？入るかな？うわ、来た。すごい数。リンゴ。リンゴか、早いな。つい先日までね、一緒に戦ってたんで、まあ無茶をして戦ってたのかな。いやー、降臨機は強かったですよ。盗賊団。なーにー、騎士がいるぞ。めんどくせえな。じゃあ攻撃回数を増やして戦おう。どうする。これで行くか。シャロベーナ。イゴールはちょっとやめとこう。マールにするか。いや、オフェタン。オフェタンにしよう。11あるしね。25。よし、これで狙っていこう。みんな、行くぞ。倒せるかな。もしかしたら2ターンかもしれない。あんまり計算せずにね、やると何が起こるか分かんないですけど、まあまあ、あんまり強くないんでね、相手。これだけか。吹っ飛ぶ。よし、 OK。 じゃあどこ狙うかな。ということは、マキになるか。やっぱりね。はい、盗賊団を倒しました。オッケー。一人残っちゃったけど。よーし、なんとか70近くまで。で、こいつだよな。遠いね。魔物。おお、というかもうアグレスしか出ないですね。あの、なんか、黒い闇みたいな塊がどん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 出てくるんですけど、あれがアグレスかな。どんどん湧いてくるっていう、そういう感じでしょうね。HP129 は、まあ、大丈夫だろう。いやー、確実にレベルを上げてきますよ。しかし、15年もね、やることないっすね。騎士団の強化以外。イベントあんのかな？まあ、最初にあの、ロボットみたいなやつと、マールが仲間になって、まあ、2つイベントあったんでね。よーし。はい、極寒の地シーラ、アグレス妖精を倒しました。回復力か。なんか微妙なとこしか上がらないですね、能力。よし。じゃあ今から祈祷師を迎えに行きます。ちょっと遠いね。69増えないな。噂が消える。くそー。おっとっとっと、魔物固まったか。固まってんならいいですよ。アクラリーノに行けば。ここね、2体います。あー、こっちも2体いる。ちょっと待って。1年経つと、なんぼになるんだ。ね、マイナス18。予測安全値ね。そっか。
こっち行くとあると。もうちょっとなんか出てきてほしいな。バレイの近くで。お、来た。若い。ミルク茶。待ってましたよ。まあね、祈祷師の場合は能力が弱くても石化するというこの特殊能力だけで十分で活用できますからね。すごい有用な人材というか、おお。まあでも、あ、26歳か。9年ギリ足りないかな。伸びるかな。ちょっと微妙かもしんないね。待てよ、キャランドの息子が入ってくるんだよな。そいつで十分なんですよね。わざわざ抜かなくてもいいんじゃないのと思うわけですよ。ただこっから成長しだすと、成長するとなると入れといた方がいいのかな。誰か抜く人いませんか。イゴールうん、あー、ソルトか。ソルトもうちょっと入れときたいな。ファヌエッテ、攻撃補助が強い。エリマイチャどうしようか。いや、いっか、ミルクちゃんいいや。ソウジンくん、ごめんな。さて、この後どうしよう。ここ行くか。行って帰ってこよう。で、この噂なんすか、アイテムに関する噂。66日では行けませんね。でもさてと、ここを抜けると、お、盗賊だ。あ、遠いな、遠いよ。防御補助は弱い。よし、 HP も低いね。じゃあやってやるか。倒すことだけを考えていきます。じゃあ、マキはいいですね。攻撃力4回。ミコがね、一時期はね3人4人いたんですけどね、今はマキ1人だけ。よし、これほんま強いわ。とりあえず前列中列は、はい、崩壊と。 OK、 そのままステイします。マキかな、やっぱね、マキ強いな。こんなに強いのにね、1115年には衰退しちゃってるんで、もったいないよな。なんか不老不死の薬とかないんすかね。ニーザが不老不死でいられたみたいに、まああんな醜い不老不死は見たくないな。はい、行こう。どっち、こっちか。おお、何、うわー、う、3年か。ちょっとほっとこう。いやー、待てよ待てよ。いや、ほっとこう。よし、抜けた。やっぱ無理でしたね、メゾネアは。おー、マイナス4か。倒しとこう。
微妙なタイミングで出ますな。おお強い。ちょっとこれは真剣にやらんと。HP449、攻撃力10。これ久しぶりね、こんな強いの。素早さ13、初回攻撃力6で、火の属性と。で異次元追放は3、4ターン目、まあ、これは余裕です。よし行こう。火の属性か。火の属性ということは水で攻撃する。じゃこれこうやな。であとはマッキー、うん、もうこれでいいんじゃない。ああもうダメだな、アソルト。あちゃー厳しいね。じゃあこれできまーす。みんな行くぞ。なかなかちょっと攻撃が噛み合わないというか難しいです。よし余裕か。あれそんなことないな。あ異次元追放されるもしかして。削れ削れ。誰を追放されるかによって変わってくるな。40ダメージで36。おっとちょっと完全に計算ミスった。よしよしよし、異次元追放は3ターン目でした。よかった。マキか。マキでいいや。そう、ちょっとやられたな。太陽の骨、まあ、これでね年マイナス4はなんとか回避しましたけど、そこ安全地。おお増える増える増える。じゃあアクラリンドに行きます。暗いなーこの辺。もうソルトが戦線から外した方がいいですね。能力がかなり落ちてました。減るねえ。ペザス歴代2。ただ今年で終わりかな成長が。みかんかな。リンゴがなくなったんで。あレイスか。あレイス長生きしたんですね結構。まあねレイス聖騎士でしたけどね。まあそんなになんていうのかな、目立って強いっていう感じがないんですよね。能力的にはすごく強かったけど、やっぱり聖騎士っていうのは攻撃補助とか防御補助でね中盤を固めるっていうそういう役割の方が恐れずの戦い方はよく使ってるんで、うん、なんかね前線で戦うっていうそういうイメージがないんですよね。さてとこいつらだ。どっちから行こうかな。どっちも一緒か。はい行こう。モールモースです。今度は水か。一応メモっとこう。
ね。攻撃力9。まあさっきとほとんど変わりはしないと。いうことで、2ターン目にやっぱり攻撃をきちんと当てるようにしますか。まあどうとでもなるか。どうとでもなるかな。まあいいや、行こう。ちょっと計算が今日はやりたくない。いや、なんでしょうね。こういう日もね、たまにはあるんですよ。言い訳言っときます。まあ同じね、見た目の敵ばっかり倒たがうのもね、なんか面白くないですね。 OK。 やっぱ火属性なんでダメージ減ってますね。で、まず一発ガード。 OK。 で、石化。よし、残り200か。やっぱり2ターンかかりますね、残りね。よし、よー、ノーダメージ。じゃあ行こう、このまま。あ、強さアップしたから、ちょっと確認します。歴代1位になるかな。まあなるのは難しいでしょうね。パヌエッテが、あ、もう186か。そっかそっか、衰退期だもんな。フェザードがね、ガンガン上がるんですよ。273、おそらく300は超えます、確実に。よーし、行くぞ。どうする。119、水属性、初回攻撃力が3ですね。大したことないと。はい、じゃあシャロベーナがとどめを刺します。みんな行くぞ。まあ現存のね、団員の強さっていうのは上げても、まあなんていうのかな、そんなに強くならないですよね、一気には。それよりもできればね、新しい団員を入れたい。特になんか魔騎士とかね、忍者とか攻撃力の高いやつを入れたいですね。よし、攻撃力アップ。さて、久しぶりに戻るか、オートに。まあ、10年ぐらいね、戦い続けてもいいんですけどね、戻らずに。ただ休みたい。いや、ブラッドたちも休みたいっしょ。ね。なんね、拠点を構えずにずっと戦い続けるというのはなかなか難しい。どんなやつだった？こいつか。ね、マイナス3。じゃあ次回倒しに行くか。この上のやつは一旦置いときますね。置いとくか、倒すか。いや、置いとこう。
2年、なんか出てくるでしょそのうち。さてちょっと戻る。いやーただいま。はい、171回目の遠征、この調子でいくと180回はいきそうですね。レベル5アグレス、レベル3アグレス陽性。99になるかな。なったなった。9人ぐらいかな。はい、わかりました。おお、14人いる。いや、いるでしょう、1人ぐらい。お、歴代3位か。誰だろう。パヌエッテとワグワリスですね。っていうことはこれでフィーキア3人とも結婚できたのかな。よかったよかった。ちょっとお姉さんですけどね。いやーでもこれ何組見たんだろうな。相当数見てますもんね。さてちょっと酒場行こう。はい、14名で、ね、来たよ。あーちゃんー、あ、ミルクちゃんここにいんのかあー、なるほど、よっぽど入りたいのか騎士団に。そうか。だけどなあ、あ、おー、なかなかいいな。あとダメだな。彼ね、これリブリネロブラキアン、攻撃力は10年経ったらとりあえず20手前かな、15、6になる。強さ48、120ぐらいかな、成長しきれば。なかなかいいですね、攻撃補助がかなりいい。よし、じゃあ入れとこうか。はい、ソルトとね交代しましょう。ソルトね、これ攻撃力、血の負けのおかげだと思うんですよ。7もあるの。あ、10か。ああ、なるほどね。はい、ということで、強さ 50.5 とかなり減っちゃいましたけども、18年と260じゃない、206日。25戦とどめ8回。なかなか、あれですね、大災厄の時に戦ったんで、結構とどめさしてますね。なかなか強かったですよ。ウンバット三女の、三女なのかな、二女なの、次女なのかな。はい、ということで、お疲れ様でした。血の負けね。無理か。いらんものあんかな。麻のローブ、これいらないな。はい、じゃああと噂を聞いてやめまーす。オートバレーカルラン、ベリアスの森、ウェロー、あ、結構出てくるね。スクーレに士官先か。いや、士官先探してる人はちょっと見ておきたいですね。はい、じゃあ今回はここまでしたいと思います。次回はね、ちょっと噂をまず回収しましょう。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。